山陽百貨店、キュエル姫路と姫路駅、バスターミナル北側から、北口バスターミナル、ピオレ姫路、姫路駅を望む姫路駅前、バスターミナルとは、兵庫県姫路市にある、バスターミナルである。2015年4月1日の始発日により、北口バスターミナルは、現在の北口バスターミナルへと移行された。 本記事では2015年1月7日以前の旧北口バスターミナル及び同年1月8日から同年3月31日までの仮北口バスターミナルについても記述する。北口バスターミナルは JR 姫路駅と山陽姫路駅のちょうど真ん中に位置し、南口バスターミナルは姫路駅南口を出たところに位置する新規バスの張間地区のターミナルであり、 新規バスのバス停の中では最も停車する系統の多い停留所である。バスの行き先表示や運賃表では、姫路駅、姫路駅と、車内放送では、姫路駅前と案内される。旧北口ターミナルは1956年10月、山陽百貨店の西別館が竣工した際にできている。旧ターミナルは山陽百貨店の1階南部、西別館にあった。 北一番乗り場となっており、その中で東乗り場、中央乗り場、西乗り場と三つに分かれ、乗客をある程度分散していた。また、姫路城、ループバスは東乗り場、リムジンバスは西乗り場から発着していた。待機場は13個あり、2台が重列駐車できるようになっていた。また、天井から吊り下げられていた大きな時刻表は幕式で、 平日ダイヤ、土曜ダイヤ、日宿ダイヤをくるくると回して変えていた。ターミナル内には乗車券発売窓口、駅前案内所、アイコカピタパチャージキ、ドトールコーヒーなどが入っていた。また、山陽百貨店本館との間には小さな通りが一本挟まっている。また、バスの系統数が多く、ターミナルだけではさばききれないため三井。 住友銀行前に、北2番乗り場が、フェスト前に、北3、北6番乗り場が、山陽百貨店北に、北1西、北3番乗り場が、大手前ビル前に北4番乗り場が、キャスパ前に、北5番乗り場があった。新ターミナルは、旧ターミナルのホームを改装してできた。直接歩道から入れる乗り場とペデストリアンデッキか、地下道を通じてでないと行くことのできない、アイランドの乗り場がある。 ペデストリアンデッキは、ピオーレ姫路とキャスパー、姫路ターミナルスクエアから通じている。また、エレベーターも、階段のある部分にすべてついており、バリアフリー化している。なお、高速バスは、旧バスターミナルのように、路線バスと同じ乗り場からではなく、ターミナル西側の姫路ターミナルスクエア1階にある11.12番、乗り場から発着している。旧ターミナルは、待合用の椅子や、 時刻表、発車表ディスプレイが撤去された程度で、ターミナル時代の面影が残っている。また、発車表の上にあった回転する広告は現在、稼働しておらず一面だけ見えている。旧ターミナルの一番から三番ホーム部分には、キュエル姫路という建物ができた。また、以前ドトールコーヒーだった部分には、規定な思想ができるなどいくつかの店舗が入れ替わっている。 2015年1月17日より、旧ターミナルの閉鎖に伴い仮ターミナルとなった。1番から5番乗り場、13番から15番乗り場、17番乗り場が、新ターミナルの同番号の位置に、20、21番乗り場が、旧北3番乗り場の位置に、22、23番乗り場が、旧北2番乗り場の位置に、24番乗り場が、旧北6番乗り場の位置にできた。 4月1日に新ターミナルへと移行されるまではこの状態であった。新ターミナルは白銀交差点以南がトランジットモール化されたため、ターミナル内のバスの動きは非常にスムーズになっている。なお、姫路競馬場でレースが行われる際に出る無料送迎バスは当バス停からではなく、大手前通りの理想な銀行付近にある送迎バス乗り場から出ている。 姫路駅南口を出たところ、車道上に存在するアイランド部分にバス停が存在するため、横断歩道で歩道から渡る必要がある。アイランドの外周に路線バス用の南1番南3番乗り場が、内側に高速バスやリムジンバス用の乗り場がある。ありがとうございます。